皆さんこんにちは、カナノアレスピン。今回はですね、はい、タピオカ企画ですよ。おお、ノアのお友達がこの前インスタでね、カレーの中にタピオカを入れたの。やばいでしょ。茶色と黒ってなんか見栄え的になんかノアはあんまり来なかったの。だからカレーじゃなくてシチューならいけるかなって思っちゃって、まあ今回タピオカとシチューを、パンチュータピオカ、そうですね、脳みそがついてかない。まあ面白いだろうと思っただけなんで、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。オン。ですね、はい、シチューはなんか作るのができわかんない。ちょっとね、かかっちゃうので、ちょっとあのなんだっけ、茹でてできるやつ。あ、ありがとうございます。それと、はい、今なんか業務用スーパーっていうやつがあるんですけど、そこでタピオカがなんか簡単にできるみたいな。すげー。30秒で加熱するだけでできるらしいんですよ。これ結構今流行ってるので、材料は2個です。2個です。まあ茹でるだけなんですけど、うんうん、はい、ということでお湯が沸いてきたんで茹でます。茹でます。シチューから茹でます。いい、うん。そんな熱くない。あ、本当に大丈夫だよ。マジごめんなさい、やけどしてない。よかった。4分にしますね。うん、一緒に茹でたい。ね、ワンちゃんいける、ワンちゃんいける。やる、やる。の気になる人。いや、全然気にならない。気やるね。30秒口で数えるもいいし。30秒。じゃあちょっと一緒に茹でちゃおうって今なったんで、タピオカを適量、なんか30秒茹でればできるんでしょ。これさ、買ってから時間経っちゃった。お隣です。はい、お隣です。お隣です。お隣です。タピオカも茹でております。何秒経った？もう経ったかな。 OK。 もう抜けた。出します、出します。ぶっかす。え、もう茹できた。お、シチューもできた。でっかい食べます。火入れます。タピオカ、マジで入れるか。比率悪。絶対ダメだよね。どんだけ比率悪すぎんだろ。何このご飯。そのまま。じゃあ、はい、できました。できました。食べてみる。食べてみよう。え、どっちから食べる。怖い。じゃあ先に食べます。おー、食べます。いただきます。はい、怖い。待って待って待って。わかんない。正直別々で食べたい。ミルクティーじゃなくて濃厚な牛乳と一緒に飲んでる。どうぞ。いきます。食べれなくはない。うん、でも別々で食べたい。ほんと別々で食べたい。なんかこんにゃくとシチューがあったみたいな、うん、こんにゃくとシチュー、結論合わない。合わないです。でもカレーはあるかもしれない。今回はこんな感じでタピオカ、シチュータピオカやってみました。あんまりなんか合わなかったんですけど、皆さんも面白いんでやってみてください。カレーもあるし、なんか、なんかなんでもいいんじゃない。はい、今回も見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。次回の、あ、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。